そうそう、先住民レジスタンスの親父様たちもね、うちがこの住んでるこの多治見のね、みゆき町の、様子をね、ご覧に、なりに来られる際にね、隣がね、明治天皇が泊まった西浦邸跡、今庭園になってますけどね。で、別になんていうの、配管配管なさってください、別に。うちに全然その、遠慮なさらずに。ね。その、侵略者、大和民族、すなわち、満州、契丹朝親族の、天皇家、まあ、ユダヤ天皇家の遺跡ですけどね。まあ、ぜひ見てください。まあ、実際ね、あっこで行われたのは、孝明天皇の暗殺でして、そのために、大室虎之助、すなわち、後の明治天皇、田伏部落のね、田伏浪人、いや、ダビデ王朝ですよ、でも、田伏王朝言うてもね。どっかから馬の方で連れてきたんちゃうよ。さあ、似てるけどね、武田恒康の顔見るたにね。だけど、それはちょっとフィリピンで、いろんな、だから、もともとフィリピン人やから、ムー大陸の末裔やからね。もともとフィリピン人やから、もともと東南アジア人ですよ。そのイスラエル人って。ムー大陸残党やから。だからおかしないね、別にうちの言ってる話は。だから、故郷に帰りあったんイスラエルでこけたから、ユダヤ人は。ほんで、まあ、セブ島に潜伏してたのがダビデ王というの。祖先の地に帰っただけ。変な話しちゃうねん、実は。な。で、結局、ヨーロッパ列強にすれば、ダビデ王とを天皇家にしてくれっていうのがね、すんごい強いリクエストがあってん、戦国時代から。そんなもん知りまへん、って。あくは女服の流れやんか、って。つまり、呼ぶかって。大魚の呼ぶか、呼ぶ気の呼ぶかって。まあ、そうでしたろう、って。じゃあ、ダビデも天皇にしろって。なんでって。そこ、なかなか話すり合わんかって。戦国時代から。で、結局、明治維新の時に、もういよいよダビデ王家をね、天皇家にするしかなくなって。力の差で。火力の差で。大砲の力の差やんか、そんな。はい、はい、って。なんか気にすん、それで気にすんのやとどうぞ、って。で、気がついたら世界大戦になっとんねん。はぁって。何をやりたいんや、イギリスは。って。悩んでんで、お続けなりに。あいつらゲーム民族か、ゲーム民族やねん。ほんまやねん。今、世界で流行ってるスポーツとか、ゲームとか、イギリス発祥多いねんで。何あいつら。な。ま、その、ゲーム好きのイギリス人に対抗できるのはもう、中国、江南勢力しかないだろうって言われてるけど、潰されとるやん。そうそう。その前に家屋勢力に潰されてるからな。まあ、華僑。まあ、世界最悪のユダヤ系イギリス商人。うん、対抗できるのも華僑。これも定評あるやろ。早々に潰されたけど、江南勢力。これからやけどね。頑張ってもらわんと。日本かって家屋満州勢力の天皇家に、えらい長年やられてるけどな。江南勢力は、うちら、日本先進と同じ民族で。顔見たらわかるやろ。言葉違うと。いろんな国の言葉は、歴代オーディンが発明して。ただ中国は、ある特別な事情。というのは、セルモがちょっと剥き出しになってる部分が多いね。旧石器平野言うてもな。魔界になりやすかって。他の大陸に比べて。うちの旦那のセルモのな、下半身がちょっと剥き出しになってるのが、中国大陸。その上の旧石器平野やね。魔界になりやすいね、一番こ。な、下半身やからセルモの。人間猫の。で、鳥の発音に似た言葉に無理やりしてん。すっごい無理やったけど。すっごい無理やったけど、中国語って無理やることを必死で開発してん、うちらの先祖が。だから特別やな、あの国だけ言葉が。猫の下半身を制するために、ほんまに鳥っぽい言葉にしてん。そやけど、中国語の歌はやたら猫っぽいでしょ。旋律がね、猫旋律でしょ。まあそういう事情があります。ね。だから、その、中国人である天皇家の遺跡やけど。まあ、ダビデ王朝は中国人ちゃうで。中国人だった経験ないんちゃう？ダブセ王家は。まあフィリピン人だった時代がめっちゃ長いね。イスラエルで王家やってた時よりも、フィリピン潜伏時代の方が長いよ。ダビデ王とは。だからフィリピン人って言ってんのちゃう。セブ島人に。ダブセはな。で、薩摩と長州で交代で預かっとってん。ダビデ王家。だからどっちもタブセブラックってあんねん。タブセシステムの根本の部分は説明されてないやろ。
うち何回も説明してるやん。ね。だから、先住民レジスタンスの方も、どうぞ、ご覧になったらいいやん。もちろん、右翼の方いらっしゃい。うちかって、フェニキア国旗上げてるから。日照旗も中にあるけど、旭日旗は外に出してるから。フェニキア国旗、古代フェニキア共和国国旗やん。古代フェニキア共和国も、フェニキア、カルタゴ、エトロリア三点国家。三つの重心があった、まあ、三位一体国家やって、フェニキアって。で、平和憲法やって。で、三点貿易やっとって。もう分かったよ。妬まれて。で、ポエニ戦争や。ポエニ言うな、平和憲法意味や。まるで死みたいな法律って意味や。平和憲法やって。古代フェニキア、三点国家って。したたかにやられて。で、帰ってきて。まあ、うちらの先祖もすでに日本帰ってたけど、お続きはね。別の先祖まだおった、うちのね。うちの別の先祖まだ大陸におった。例えば、河野水軍はまたその時に、フェニキアにおって。フェニキア艦隊のことをカルナックって言うね。な、河野太郎さんとかや。古代士族ってそういう意味やんか。超古代士族って言われるのもそういう意味やんか。な、な感じやから、その、歴史認識をね、すごい爽やかにするためにも、先住民レジスタンスの親父様たちも見に来たらいい。隣うちやし。な、こういう事情してたら来やすいやるし。しかも、加藤天皇である、中臣系の藤原が建てていた天皇、孔明天皇ね、暗殺して、誰がって。一応、王家の交代やから、大室虎之助、すなわち、明治天皇が、殺した。っていうのは、とどめを刺したのが、明治天皇。じゃあ、とどめ刺す前の人たち入れたのが、西郷隆盛やね。ところが、西郷隆盛も熊祖。孔明天皇も元は熊祖。熊祖大王な。で、西郷隆盛は極度の鬱になって。で、この一件は、預かりって言ったら伊藤博文や。伊藤博文もおって。まあ、西浦邸には、そういう幕末の志士が出入りしとったから。な。で、ここは、この辺も遊郭。こっちから向こうは遊郭。ここもちょっと遊郭システムがあって。ちょっとはあって。でも、遊郭と、なかなか格の高い場所だったここは。元は、オブで、オブ屋敷。元町横に、うちの先代アマテラスの平野成が、先住民首都を作った時に、その食堂部門はここにあった。オブ屋敷。山形正景などで有名な、オブ一族の豊家親族、出雲家のね、まあ、ここに屋敷持っとって。その、オブっていう格をめぐっても、戦国時代非常に、たくさんの、トラブルというか、ね、揉め事、構想があったわけ。実は。そんなもん、おいおい、ちゃんと言っていくから、ね、安心してください。ね。ね。結局、この物件は伊藤家が持っとって。ジュリ、うちの配偶者のジュリは、伊藤さんからこの物件を買うて。うちが、お続きが到着するまで、伊藤さんがずっと守っとって、この物件だけ。この長屋の、うちの部分だけ。長屋の、その部分的な譲渡移転な。要するに法学部で必ず習うやつ。長屋やけど、その部分だけはもう買い取ってますと。土地も、建物も。長屋の他の部分は違いますよ。西浦の物件ですよと。西浦が大家やってますと。そういうこと。それやからこうだよね。いろいろ思い出したし。見せてもうた時にも思い出したから。不動産さんね。こっち来たから紹介してもらって。ひょっとしたらこれですかって言われて。あ、これですって。で、即買って。で、なことやから、堂々と見に来なはれ。な。恥ずかしないよ。凱旋門みたいなもんや。せろ。で、まあ、最後高森の話すると、結局、鬱が治らんから。で、禅僧、多治見の禅のお坊さんにカウンセリングを受け取って。で、結局、一緒に受水自殺したんや。その真相の話で待ってんのね。じゃあ、薩摩家のお嬢さん聞いてください。まあ、薩摩家の人いっぱいおるから、もうすでに。多治見にはね。で、西浦には、うちの分家である大久保利通が説教したわけ。で、もう遊郭なんかやめろと。で、焼き物を飽きないと。焼き物を飽きなう商人に鞍替えしなさいって。大久保が言うて、西浦に。まあ、
幕末はただの獅子やった大久保が急に元老になってやってきて威張るわけやから、西浦も面食らったやろうけど、お辻も格で来とるから。その前ですでにお辻から嫁やっとるから、大久保利通に。だからお辻の名代として来てんねん。ね、命令してんねん。だから命令できんねん。な？で、結局、まあ、西浦焼きっちゅうのを作って、万博に出品したわけやけど、それは、美濃焼きでは、あかんでって大久保が釘刺して。美濃焼きを出すような失礼なことするなと。西浦の名前つけたいんやったら、全然ちゃうところの、西浦は中国人やから中国語の焼き物にしろって、大久保が命令して。お辻家が言わせてんけどな、大久保にな。だから、西浦焼きは、大陸っぽい焼き物や。そんなも楽しみに来てください。爆笑したらあかんで。